はいどうもです、えー、なんかセルテートがねもう発売されたらしくてなんかその事前に、えー、触れますなんかキャッタッチキャンペーンやったっけなんかそういうのがあって YouTuber なんかがねあの先に事前に触った動画とか、えー、まあ全国津々浦々いろんな人たちが触った動画みたいな動画とか、えー、話とか上げとったらしいんですけどあんまりそこら辺見てなくって。 でね、えっ、ー、と、セルテート自体はもう発売したらしいんですよ。もうみんなの手に届き始めとるらしくて、その手に取った人の中で、えー、ちょっと気になっとる部分がどうやらあるらしくて、うん。なんじゃらほいっていうと、別にこれね、24セルテートに始まった話じゃないんですけど、なんからどうやらね、このベイルのこの隙間、ここ、ここね、このベイルの、 このローター、ローターと、このベイルアームの、接合部分が、ちょっと隙間空いとるんですよ。これね。別にこれ、あのー、なんだ ?24 セルテートに始まったことじゃなくて、1級の、前回のセルテートでもあったんですよ。これと同じこと。1級だったっけ ?20 だったっけ忘れたけど。それであったんですよ。うん。で、これ自体は、それこそなんか、昔から大和病なんて言われとったベイル下がり、うん。ベイル下がりってのがあって、えー、なんじゃらほいっていうと、 こうね、台話の、えー、リールを長年使っとると、えー、このね、こう今、写真で見ればまっすぐになっとるじゃないですか。このベイルのね、向きが。でこれがね、あのー、リールフット側というか、左側、写真でいうとこの左側に、えー、使えば使うほど傾いてくんですよ。で、ベイルが落ちるっていうんですけど、ね、その、ベイル下がりか。ベイル下がりっていうのが、この台話病みたいな感じの、えー、名前をつけてね、もう長年、 ダイワリールのその宿命というか、うん、そういうのがあったんですよ。うん、で、それの原因っていうのが、どうやら、えー、このベイルのね、この隙間のところをガチガチに、このね、ギュッと詰めることによって、確かに詰めることで、このベイルのね、開いた時の操作感というか、かっちり感が出るんですよ、メリハリというか。うん 緩くするともちろん柔らかく開いてねパチンと開かんとスッと開けるみたいな感じがあるんですけどそれをねあのかっちり感を出すためにこの隙間を詰めたことによって開け閉め開け閉めを繰り返すと長年使っとるとねここの接合部分がどうやら削れて、うん、でカパカパになってで、えー、自然とベイルが落ちるみたいな、うん、ことになっとったらしいんですよ。 これ治ったんかなと思っとったんですけど、セルテートなんかね、1級の時も同じようなトラブルがあってね、結局その1級セルテートを、をえー、っとね、初期ゴロットじゃなくて、結構後期に買った人でも、なんかベールが前後グラグラするみたいなのが気になるみたいな人もおったみたいなんですよ、どうやらね。うん。でじゃあこれね、エアリティとか、イグジストってどうなんだろうっていうと、確かかっちり詰まっとったはずなんですよ。うん。まあなんかここがあるんでしょうね。 ここはかっちり詰まっとって何、まあ、かがあるんでしょうよ、うん。ここね。セルテートはやっぱりうんまあセルテートにどうして耐久性がねものを言うセルテートがどうしてこんなことになるのかっていうのは大和さんのね事情があって何とも言えんのやけど、うん、これがカパカパのことが気になるという人がまあ多分初めてセルテートを触ったんだろうね。 何回か台湾の製品触っとるとここの隙間って、まあ、気になる人は気になるし気にならん人は気にならんわけですよ。じゃあそれが一体何か問題かと言われたらそういうわけでもなくって、じゃあこれが初期不良かと言われたらそういうもんでもなくって、台湾リールでよくある現象なんで、うんねえー、ただただそれだけの話なんですけど、けどね、えー、私は思うわけですよ。うん、同じことを島のでやったら、 ね、君たちはって言って全員をね、相手にするわけじゃないけど、君たちは何と言ったか。ステラ。ね。やはり、三つ巻きのトラブルだ。ベイルの形状が。ね。初期型がどうだ。ね。全部あれ、好みじゃないですか。怒る人は怒る。好きな人は好き。嫌いな人は嫌い。怒らん人は怒らん。ね。いろいろあったでしょ。で、でね。なんかその、それをね、あの初期型の時に、初期ロットの時に、そういう不具合が出て、で、えー、 次のね、その次のロットの時にそのベイルの形状が変更せ変更されたね客に告げずに変更されたみたいなことをグダ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 文句言っとったんですよそれをねサイレント修正なんとか言ってね YouTuber とかも動画出してましたよね「島宗不誠実だ」みたいなさサイレント修正がどうたらこうたらみたいな、うん、こと言ってましたよね、うん、じゃあ、 今回セルテートでね、えー、このねベイルのかく片付きが、えー、起こったわけですから同じように皆さんは騒げるのですかって思うわけですよ、うんまあ。もちろんやらんってこの分かっとるから俺はこうやってねみんなをおちょくっとるわけなんですけどねこの動画をご覧の、えー、島のアンチの皆さんね島のアンチの皆さんは言っとった島のはねサイレント修正がどうたらこうたらで不誠実だとじゃあ大夫さんはどうなんだろう ね、じゃあ例えばこのベールのねあのこの隙間ねこの隙間を、えーね、初期型の次のロットですよ第2次第3次第4次とこれからいっぱいねあの4年間くらい作,作り続けるわけですけどセルテートをじゃあそれをね修正する時に台話は必ずアナウンスしなくちゃいけないわけじゃないですかみんなのその理屈だったらね島のをたたく理屈だったらねそうでしょ ね、黙って修正することが悪いというのであればセルテートのこの隙間も黙って修正されたら文句を言うべきなんすよ。ね。さてどうしたもんか、うん。だから言うたでしょ工業製品ねもちろんねある製品とない製品あるんですよ工業製品のばらつきとかってあるからこんなちっちゃい隙間ですよ数ミリ単位ですよ。ね。ミリもない1ミリもないんじゃないかうん。 それくらいの、えー、ちっちゃい隙間なんですよ。もちろん工業製品としてのばらつきもあるし、まあ私が出した、えー、前の動画でサイレント修正はダメなんですかみたいな感じの話をしとる動画あるんでそこを見てもらったら分かるんですけど、物ってそういうもんだし、うん。ね。このね隙間が気になるっていう人間がいっぱいおったら、えー、台場がね、サイレント修正するかもしれんし、ね。 その声が小さかったらそのまま黙って黙ったままだだと思うしねじゃあリコールを出せっていうのかいやそういうことは絶対ないでしょ、うん、前にあのカルディア、えー、私カルディアあ,あの発売日に買ったんですけど、えー、それがどうやらあのなんかねあの決められの決まったロットでちょっと不具合があったらしくてそれであのねリコールをだ起こして回収したっていう経緯もあったりしてさ ね、カルディアみたいな安いリールとセルテートみたいな高いリールをね、比較すんなっていう意見もごもっと,かも,しごもっともかもしれんけど、けど、うん、違うじゃないですか。ね、言いたいことはそういうことじゃないじゃないですか。どうすんのって思うわけですよ。ザマだよね。うん、サムネイルに全てのを込めましたあの。ぜひね、見てほしいんですけどね。イエーイ大和大和大和好きく見てるって。島の、島のアンチ見てるって。 今から君の大好きなダイワちゃんの初期不良をって <laughs>、お伝えしたいと思いますって。本当に頭おかしいよな。うん。ま、世間知らずが露呈したっていうだけの話なんだけどさ。別にこのツリーグだけじゃないから、すべてのものにおいて、ね、あの、いろんなね、その初期。それはスタート時点で100点の製品を出せたら、それはね、ものづくりをやってる人間としてはそこがゴールだからさ。 出したと出した時がもう最高地点みたいな、うん、あとはこれ以上触ると逆に性能が悪くなるから良くないみたいな。確かスーパーカブとかそうなんでしたっけあのバイクバイク。あのバイクも確かなんかもう最初の段階からもうほぼほぼ完成されるとって他に触るところがないみたいな。 それくらいでしたよねあれっていうのはもうものづくりの頂点なわけですよ。そうじゃない方の方が多いんですよ。必ずどっかに何かしらのその誤差とかね想定しとったね予想外のことが起きて、うん、想定しとらんかった予想外のことが起きてねそれをね修正修正改善改善をすることによってものづくりっていうのは前に進んでいくわけなんですよ。 けどねあんだけ島野に対してごちゃごちゃって言っとったやつがじゃあ台話に拳を振り上げられるか無理だよね台話は好きだもんうん台話は好きなんですよ島野が嫌いだからそういうこと言うんですよ <laughs> <laughs> 失礼あの島野が島野が嫌いで台話が好きだからねあの YouTuber みたいなやつはねそのねあの本当は心では台話は好きなんだけどねそのなんか、えー、島野は大嫌いで そういう方がね、動画の再生数伸びてさ、お金いっぱい稼げるからさ、ごちゃ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 の動画汚れてるわけじゃないですか。そういうのに騙されてるのはあなた自身なんですよ、ね。視聴者のあなたたち自身なんですよ。恥ずかしくないですかね、恥ずかしいと思いませんかそういうの。うん。ね、目を覚まそうとまでは言わんけどね。なんかちょっと、ブームはさ、ブームは避けたけど、あれなんかな、あの危機感持ったいい持った方がいいですよみたいなやつ。おじさんよく知らんのやけど。<laughs> そういうネットの民話知らんねやけど。うん。 いや本当にね、バカらしいよね。バ、う、カ、ん、らしい。本当にバカらしい、うん。じゃあ、もうねあ、ぜひね、皆さん、あの、台湾の批判をね、私は心待ちにしておりますから。はい。同じね、島のを叩いて同じ理由で、えー、台湾をきっと叩けるはずですから、やっとることは一緒ですからね。うん。いや不思議だよね。不思議だよね,だよね。結局、そういうもんなのよ。そういうやつらにみんなは踊らされてるわけですよ。 でこれでセルテートが買わんくなったみたいなことを言うやつはさ、結局ね、あの、島のでも同じようなことだったら買わんし。むちゃくちゃだよね。なんかそんな感じの悲しいことをなんか思いましたんで、ね、みんなを煽り散らかす。まあ、馬鹿にし、まあ、私は馬鹿にしてますから、そういう奴らのことを、うん。まあ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 、そういうもんですよね。本当に悲しいと思います。はい、以上。